湖南台修電中立職業技術学院は中国港南省調査市調査研保資さ経済開発区に本部を置く中国の公立大学である2000年に設置された大学の略称は湖南台修電中立学院2014年時点では学校の面積は700世建築面積は28万平方メートル生徒数約1万4人教職員589人 2000年7月、コナン銀行学校、コナン教育電子大、コナン商工派電子学校が合併し、コナン大衆電中立職業技術学院設立。学院の湖。学院も、系も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。学部は、学院と、系の上の編成で、実態はなく、日本の、学部とは、位置づけが異なっている。 病薬がないのでそのまま記す。処刑、学院の湖。小難題、中立学院、法、ご都校。新郎、http コロンスラッシュスラッシュニュースドットシーナドットコム、cn、o、NO、2015年7月26日、1654億3214万8861、s h t l シーリーコールシノプック&、 もっとイコール G&LOC イコール 39&R イコール u ルファンクイコール7コナンダイ仲立技学院第13届けこ文化幕青年人 http コロンスラッシュスラッシュ www.qnr.cn スラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ201507スラッシュ 1094044.html ありがとうございます。